現象により当たり前だった日常が当たり前ではなくなり、楽しみにしていたさまざまな学校行事は中止となりました。満足にサッカーができない日々が続き、何度も心が折れそうになりました。東京オリンピック・パラリンピックは1年延期となり、無観客での開催を余儀なくされました。また各種全国大会でも大観衆の熱戦に励まされ、12月28日、山口県代表